ガレル・エドワード・アイサは、アメリカ合衆国の元軍人、実業家、政治家。所属政党は、共和党であり、軍人としての最終階級は、陸軍大員、ディレクティド・エレクトロニクス最高経営責任者などを、歴任した後に、政界へ進出し、現在は、連邦会院議員を務める。下院では、監視、政府改革委員会筆頭理事を務めた後、2010年の、 中間選挙で所属する共和党が会員で多数党の地位を獲得したため同委員会の委員長に就任している。その議員としての活動ぶりからファイタードッグの異名を持つ。なお、姓である一茶については発音記号はであり、愛サという呼称・表記が原音に従った故障表記であるが、日本語のページではしばしばこのスペルをローマ字的に読み、 一茶と表記したものも見られる。オハイオ州クリーブランドで、レバノン系移民の三世として生まれた。父親は営業員として、ゼネラルモーターズのトラックを販売していたが、並行して、医療系の技師としても働いていた。陸軍に所属し、陸軍隊員まで昇進した。しかし、アイサはこの頃自動車関連の事件などにより、複数回逮捕されたと指摘されている。 当時の陸軍軍曹の証言によると、1971年にアイサは陸軍の中屯地からダッチのセダンを盗み出そうとしたが、この軍曹に見つかったため車を返却したとされている。この騒動は立憲されておらず、後年のマスコミの取材に対し、軍曹はアイサに対して注意を与えた上で車を返させたと発言しているが、アイサは軍曹の主張を否定している。また、 この騒動とは別に、武装して自動車販売店に押し入るマセラティのスポーツカーを盗んだという容疑をかけられ、1972年に警察当局に逮捕されている。この時は大陪審が窃盗罪で告発したものの、検察当局が起訴を断念した。同年には、正規の登録を受けていない拳銃を所持していたため、逮捕され、罰金刑及び保護観察処分が下された。 後年の取材に対しては、アイサ本人も罰金を納付したことを認めているが、未登録だった拳銃は自身のものではなかったと強調している。さらに、1980年には、アイサが自分のメルセデスベンツの盗難届を提出したが、実際にはその車は、アイサの兄弟により転売されていたことが、発覚するなど不可解な点が明るみに出て、兄弟揃って逮捕されている。ただ、 この時も立件されなかった。ダレル・アイサ実業活動に身を転じ、ディレクティドエレクトロニクスを設立し、自動車盗難防止装置の製造、販売事業に乗り出した。サンフランシスコクロニクルの取材によれば、盗難防止装置の販売事業を始めたきっかけについて、アイサ本人は、イットワズビコーズマイブラザーワズ、エーカーシーフと語っている。同社が販売した警報器、 バイパーシリーズは評判を呼び、この事業はかなりの成功を収めた。イッサは最高経営責任者として、ディレクティドエレクトロニクスを率い、ナスダクへの上場も果たした。この成功により、アイサは富裕層の仲間入りを果たすこととなった。2000年代からは政治の分野にも積極的な関わりを見せ始めた。カリフォルニア州知事のグレイ・デイビスに対するリコール運動を主導するなど、 デイビス卸しを格索したことで注目を集めた。この結果、リコールが成立してデイビスは失職し、公認にはアーノルド・シュワルツェネッガーが当選している。しかし、この頃から過去の逮捕歴に対する報道がなされるようになり、その度にアイサが反論するという展開となっている。2000年、連邦下院議員選挙にカリフォルニア州第48区から立候補、当選を果たし、 翌年1月に正式に就任した。その後、選挙区割りの変更に伴い、2002年の中間選挙からはカリフォルニア州第49区に転じた。連邦議会では、会員監視、政府改革委員会の筆頭理事を務め、2011年1月に開会した第112連邦議会においては、前年の中間選挙で共和党が会員で多数党となったことから、 同委員会の委員長に就任している。筆頭理事を務めていた際には、いわゆるトヨタリコール問題が発生した際に、トヨタ自動車社長の豊田昭夫の公聴会出席を要求するなど、その言動が注目を集めた。アメリカ合衆国の連邦議会議員としては、数少ない中東系アメリカ人の一人である。レバノン系であるが、キリスト教を信仰しており、東方教会の一派である。 アンティオキア正教会の信徒である。その活動ぶりから、ファイタードッグとも評されている。アメリカ議会の会員監視、政府改革委員会は、日本の衆議院に予算委員会のように注目を集めることが多く、同委員会の筆頭理事や委員長を務めてきた愛さの政治活動は、その言動もあって、注目を浴びる機会が多い。明治大学名誉教授の落ち道夫は、 現在のアメリカ議会における公聴会のスターと表している。過去の逮捕歴がたびたび報道されているものの、会員議員として連続統制を果たしている。逮捕歴はいわば過去の大きなお点であり、アメリカにおいても女性問題などと並んで政治家にとっては時に致命的になりかねないスキャンダルの一つであるが、にもかかわらずこのように連続統制を果たしてきている。 点について、帝京大学短期大学人間文化学科、准教授の天川幸子は、愛佐が移民3世に生まれながらも実業界で成功を収めた点を指摘し、アメリカンドリームの体現者として国民から一定の支持を集めていると分析している。ありがとうございます。